私は現在52歳ですけれども、振り返ってみますと、将棋を覚えたのが5歳ですので、将棋に、お付き合いをしてもう47年で、プロ棋士になってからもう間もなく38年に、なります。その間、ですね、特に大きな病気をすることもなく健康で、元気を続けてこられたことを改めて本当にありがたいことだというふうに思っております。今年の9月の対局で公式戦の対局が2000局に到達しました。でもちろんその中で納得ができる将棋、そうではない将棋、いろいろあるんですけれども、将棋界、現代将棋の進歩にですね、少しは貢献できたかなというふうに思っております。はい。これまでを振り返ってみて、どのようなことをモチベーションに、原動力に、将棋の道を進んでこられたのかなというのを自己分析していただくと、どの辺がモチベーションになってきましたでしょうか。まずやはり将棋が好きだということですね。これがまず基本で、ありました。であとやはり強くなればなるほど、その将棋の、難しさ、懐の深さというのが、分かってくるということですね。ですからその強くなるっていうことは、その将棋というのは結局、人間の力ではなかなか解明できないものなのだということが分かってくるというものなのかなと。でもそれがやはり将棋の一番の魅力ですね。はい。